コールがボール出て乱れた。さあ土井垣にボール入る。さあここで相手ボールを取ったのは神奈川桐蔭学園。近場原、大阪桐蔭も反則せずに止めないと、そういうことですね。反則では試合終わりませんからね。まだしかしここは神奈川桐蔭学園陣内 10m ライン外。ここも押し込んで拾い上げて、もうこれね、桐蔭学園もゲームは切ることはできませんからね。はい、もう31分回ります。さあここでボールを持って縦、神森も絡んでいきますが、大阪桐蔭ボールは桐蔭学園です。拾い上げて、さあハーフウェイが近づいてきました。残り 50m、 ボールを運んでいけるか神奈川桐蔭学園。さあここは細木、今日ワントライをマークしています。この近いところ、ボールは原がボールを持っています。いや、これ1番の山本でした。山本光成、これも近いところ。さあハーフウェイまで来た。ここでボールを回していく、まっすぐ行ってスペースはない。中村大地がボールをダウン。小西、ここもまたフォワード使っていく。細木がボールダウン。ちょっとディフェンス空いてきましたよ。うん、それをついていきたい。さあしかしここはスペースがない。伊藤大輔、逆に絡んでいった。さあここでプレッシャーをかける大阪桐蔭。ボールは地面について楽になった。桐蔭学園にボールは出そうです。さあここでボールを出していく。さあこれ絡んでいけるかな。しかしクリーンアウト、プレオン。近場高田、拾い上げて前に出る。さあここに原がいった 10m ライン。さあこれはスペースが外にはある。そこに運んで中村、宮曽が止める。さあ一気に攻め込んできました敵陣。もう細木を使って前に出ようというところ。さあ絡んでいますが、ボールは桐蔭学園サイド。拾い上げて、これも近いところ。そのあとキャプテン原田がボールを拾い上げる。一周の左、さあ桐蔭学園、もうこれがラストワンプレーです。守りきれるか大阪桐蔭、攻め抜けるか。ここは桐蔭学園、大阪桐蔭の 22m ラインです。もうフェーズは27フェーズ。普通あのフェーズが多くなると、今のラグビーではちょっとね、もう攻めあぐんでるという感じがするんですけど、これちょっと前進してますからね。そうですね、ゲインできています。ボールある、 OK。 桐蔭学園、桐蔭学園攻める方としてもミスはできません。そうですね、はい、お互いも、桐蔭学園は大阪桐蔭は反則をしない。そうですよね、桐蔭学園はミスをしない。はい、さあ 22m ラインの内側に入ってきた。さあフェーズはもう30超えてきた桐蔭学園。ここもボールはじわじわっと前に出ています。ここでボール動かしてくる、外にパスが渡って22の内側。ここでバス展開してきたんですが、桐蔭学園大阪桐蔭止めている。今度また近場、40フェーズが見えてきます。すごいね。完全にこれフィジカル対決になってますね。今日
今日ずっとこういう展開です。そうなんですよ。ボールある、ボールある、 OK OK ファイン。さあここも近場。さあしかしじわじわと前に出ています桐蔭、はい、学園拾い上げてこれも前に出る。さあ残り 10m まで持ってきた。さあもうこれは力が入ります。押し返しますが、さあじわじわと前に出てボールは桐蔭学園サイド。ここに見えます。拾い上げてもうとにかくボールを持った選手が前前へ。さあここは絡んでいったかな。いやーしかしボールは桐蔭学園。大阪桐蔭も懸命のディフェンス。次が50フェーズ目です。こうなるともうちょっとボールを離すのが怖いですよ ね、 そうですよね。このじわじわ行きたいですよね、はい、いやこれも押し込んだ。しかしこれ桐蔭学園もね全く相手ボール渡さずにキープしてここまで運んできた。誰が行くのか。これも近いところ。もうフォワードが体をどんどんぶつけていく。まだまだまだ上から行かない、上から行かない、はい、これもこれでも大阪桐蔭の選手もよく反則せずに、ね、いや本当そうですよね。いやもう近場近場の攻防になっています。少しバックスが広がっていきました桐蔭学園。さあこれもボールが見える。残り 5m の攻防です。これも近場押し込んでいった。さあボールキープの桐蔭学園。これ近づいてこれも前に出る。さあこれペナルティー。ボール離せません。すごい。ここは大阪桐蔭ディフェンスと粘り勝ち。攻め込まれてもう残り 2m。 そうですね、体入れましたね。そして体を入れていきました。絡んでいってボール離せませんでした。そしてボール蹴出してノーサイド。12対7。桐蔭対決軍配上がったのは大阪桐蔭。12対7決勝進出。大阪桐蔭この花園初の決勝戦進出を決めています。最後は50を超えるフェーズ、そのアタックに耐えた大阪桐蔭。いや、まあ、そこまですごいですね。これはやはりこの時間がもうなかったっていうことで出たこのなんか攻防でしたよね。もう6分、はい、7分ぐらいやってましたかね。